パエリア用のベジャポーニカ米の系統の単流品種ではあるが、若干大きく、食感などはインディカ米に近いジャパニカ米は稲の品種群の一つ。ジャバニカやジャワニカとも、ジャポーニカ米やインディカ米と同等の亜種として扱われることもあるが、現在はジャポーニカ米の一グループとして扱うことが多い。種子は幅が広く、大粒であり、脱流性が低い。 ジャポニカ米やインディカ米に比べると生産量が少ない。見た目はジャポニカ米に似ているが、食材としてはインディカ米に似ており、調理法や食感もインディカ米に近い。日本でも過去には栽培されており、古くは泡盛の原料であった。パエリアやリゾットなどの料理に向いている。遺伝的禁煙度を解析した結果、稲の品種群は6つのグループに分類することができ、 ジャバニカマイは、ジャポニカマイと同じグループに所属するという結果が得られた。ラッパド、RFLP、SSLP の解析結果からは、ジャバニカがジャポニカと近縁であることを示唆する結果が得られた。ジャポニカマイとジャバニカマイとの間の形態的変異は連続的である。こうした知見から、ジャバニカマイをインディカマイやジャポニカマイと同等の亜種として扱うのではなく、 ジャポーニカ米の変異型の一つとして扱うことが多くなっている。この場合、熱帯ジャポーニカと呼称されることがある。ジャバニカ米を足として扱う場合は、大井イザサティバサブスプ、ジョバニーカとなる。インドネシア、アジアの熱帯地域、中南米など、ありがとうございます。